皆さん、こんにちは。えー、動画の途中から、えーまあ、私の本日の撮影、えー、2023年11月24日、えー、13時12分、えー、動画が出てきていると思うんですけども、あのーうまあ、テレビの動画、撮影した内容が一緒に出てきているかどうかわかりませんが、現時点では最初のこの内容はまだ出てきてない頃だと思いますけども、 あのー、昨日の「報道ステーション」で渡辺謙という男が認めていたのは春山整骨院を出入りしていたりもともと警察官の服装を、えー、制服を着ていたりもともと2003年に春山整骨院は解体されていますで、えー、淡井圭介が2008年路上で、えー、男4人組に 傷、えー、害事件ですね、えー、絡まれて、えー、両輪を割られて、警察をすぐ近くにあるか、そこで話し合いをしようと言って、相手は同意したのに、急に前後から、えー、襲いかかってきて、えー、両輪を割られてで、神戸大学附属病院に搬送されて、そこで、えー、翌日オペが終わった後、と、えー、大瀬マリりナというものに強制はいせつやられています。 まあそこに、あのー、小林真央と恩田智子という元アナウンサー、えー、がその場に来ていたんですけども小林真央に関してはその時の喋ってる内容からするとこのあとここで襲われてしまうからっていうことで、えーあのまあ、オペ終わった後ですからね、あのー、ベッドから状態を起こすことすら、えー、自分でできない状態です全身麻酔がかかってますから。 だいたい目を覚ましたとき、みんな、あのー、そういうものですよ。オ、あ、ペ、のー、の時のね、全身麻酔から目を覚めたときって。で、まああのー、両顎割られて、その骨が折、ね、られてるだけじゃなくて、歯も抜けてますし、歯茎自体がそもそも3分の2ぐらい下顎の歯茎が消失しています。殴られた衝撃で。だから、歯が根元まであの全部むき出し、ものすごい、あのーまあ、唾液まじりなんですけども、 その救急車が来るまでに、まあ、通行人が、ね、通りかかって救急車が来てくれるまで間に1時間ぐらいかかってるから、大い混交じりで血だまりが3つぐらいできてましたから。で、その状態でオペが終わった後、ね、あのね、ー、今すぐ東京に、あのー、連れて帰るとか何かそういうことを言ってたんですけども、あのー、そのがに無理だから、そうもう僕はもうこう,こういうふうにあの首を振りました。無理だと、今動けないと。 で、その後僕は強制ワイスでやられてるんですよ。その大瀬まりなという人間にね。で、小林真央が死んだことになってますけども、分死んでない。えここ近年、5年以内のところで、え業務スーパーというスーパーが、え田尾寺駅から少し北新清和台の方へ歩いていったところの消防署の裏手のところにあるんですけども、そこで、業務スーパーじゃない、えー、ジャパン、訂正ジャパン、ジャパンという名前、え えー、そこのレジで小林真央が髪の毛を染めてレジを売ってた、えー、と思われます。だから、あのー、承認隠しを行ってる可能性が高いんですよ。 で、ええ、渡辺県に関しては、その強制わいせつしていた人間がたびたびこの辺りに現れるんですけども、そこの春山整骨院にね、渡辺県と思われる人間が何かものを言っていたところを僕は横通りすぎただけで、そいつはまだ現れてるんですよ。強制わいせつしてきた人間が。だからそこの連中がエロ業界と組んでる。まず間違いない。もともと僕が、えー、三井住友グループ合併させてますから、国会にその、えー、自分がこう思った被害を言って、それは、 あの性的被害じゃなくてそれは最初はエロ業界を発見したとでそいつら、えー、暴力団を名乗って、えー、お金を要求してきてそこへ連れて行ったとそれが神戸市立ホテルフルーツラーパークのレストランカトブレアで僕の上司として現れた上村秀明っていう男だったんですで、えーまあ、その男に対しての、えー、仮執行までの勝訴は取っていますで 判決でね、得てるっていうことですよ。で、えー、っとね、その、まあ、その、裁判の前に、もうすでに、えー、三井住友グループが合併したんですけども、あの三井主導で、えー、じゃあ、えー、住友主導で三井グループを、えー、管理するという部分で、えー、だけども、実態何も変わってなかったと。あこれはこのような現実であって、で、だから、 渡辺健という男はもともと警察官であった可能性が高い。で、2002年ぐらいに大型新人としてテレビにデビューみたいな形になってましたけども、だから警察官としては失格みたいな形になったんだと思われます。その原山聖子さんと多分深く関わってる。で、出身地が新潟県になってますけども、そのこと自体がフェイクなんじゃないかなって僕思ってるんですよ。 で、これは、あの、テレビ出演者に多数見受けられるんですけども、出身地、出生地を偽ってる。高島彩は、えー、何度かウキペリアでは神奈川県っていうことになってたんですよ。それがいつの間にか東京都に変わってますから。だからどちらが本当でどちらが嘘なのかわからない。だテレビ出る人間イコール、もう何かしてる人間である可能性が非常に高い。それを大学という学歴でごまかそうとしてるんですけど、もともと大学行った人間の方が悪い人。税金の使い方がものすごい荒くなるから。 例えば、テレビに出てるトヨタ・マヨっていう、えー、女性。トヨタかもしれない。トヨタ・マヨという女性は、えー、東大主席でハーバード大学に行ったとか。そういう経歴の持ち主で、一般人はそれを誤解する。すごい経歴だと。違う。税金の使い方がすごかったっていうことになる。税金交じりで海外行ってるから。ね。もともと東大の人間が、 あの、第二次世界大戦の後、日本とアメリカは同盟を結ぶっていうことを、え国会議員の善意ある人たちが唱えたときに、暴動を起こしてるんだから。で、そいつらの親、家計辿ったら、東大行ってる連中、大体政府交換で、で、多分暴動を起こした人間がエロ業界側の息子とか。大体もうそれで間違いない。1956年、賠償傍ができなかったの。それまで、だから政府の中でも、 えー、警察官の中でも検察庁でも裁判官の中でもエロ業界を認める派と認めない派がいたでエロ業界を認めていた派の警察官とか検察官とか裁判官とか、えー、政治家とか要するに、えー、国会議員だとか都道府県知事だとか市長そういった人たちも,、えー、あもう国家公務員ですで、えー、各、えー、議会の議員当選したら公務員だから。 国家公務員とか公務員とか、両方含めて公務員だから。そ,かそう言っとかないと勘違いする人いるから、本当に。地方公務員法は自分たちに当てはまるか当てはまらないか。関東地方、署であろうがなんだろうが、関東は関東地方だから地方公務員法も当てはまる。で、えー、話がちょっと長くなりましたけども、だから春山聖骨は2003年に例えば解体されているの、判決が出て。で、それに背いたら即逮捕なの。 法律でそうなってます。もうこれだけで十分です。何度もそこの勤務者に言いました。だから、ね、元警察官してたぐらいなんだから、春山整骨院と関わっちゃダメじゃない僕を昨年、えー、強制入院させた人間、えー、春山整骨院に、それ何回も何回も喧嘩をおられてるんだから、それいつか隣に行きますよねって。お前らもう何回も売ってるやろっていうことで。すも普通ですよね。 ルール法律、正当防衛、こちら。ね、もともと住宅密集地で判決あるんですよ、判例。ああいうふうな建物を建てたらダメ、ダメって。多数人や車が出入りするような建物を建てたらダメってなってるの住宅密集地で。本当判例あるの即逮捕。何回も、だから即逮捕の、あのー、判例違反を何回もしてんの。 で、2010年ぐらいにもう一回建物を建てたの。なぜか、裁判所での記録が、書類とかね、証拠とか、5年経過したら廃棄されるか、これが大問題。で、多分それ知ってるから、もう一度建てた連中が存在する。で、自分のお金でしたことが何が悪いねみたいなことを言ってるんですけども、言ってきたんですけども、その渡辺健っていう男はね、 だからそこで働いていた時は春山っていうことになってるでその2010年のもう一度、えー、春山整骨院が私の自宅裏の方もうすぐそこにもあるけどももう一個、あのー、駐車場のないやつで、えー、その駐車場のある方の春山整骨院が建てられた時は僕は強制売出された後だから L 業界側が勢力を、えー、半島を広げようとして 立ててきたの、もう一度。で、そこで裁判官とか見逃してしまったの、行政も。警察官も。っていうことは、エロ業界側だった人間が多いっていうことになってる。だから、最初から言ってる。自衛官で一回、アルマ警察署を取り締まったらええって。淡井圭介さんに何回も通報されてるでしょって。兵庫県警も同じ。自衛官が一回占領したえこっちで選ぶって。真面目に国防に対して向き合ってる人間だけは警察官にしかなったんだな、なんて。 法あったら、医療協会すぐに取り締まりに行く人間はまともだあやって、そうじゃない人間は向いてないって、警察官にって。で、国会で言ってましたよ。最後ぐらいは自衛官出動させるって。それ、嘘だったのそこで嘘ついたら大変なくなるよ。ねえ、国会議員の人たち全員ナフだとか必要じゃないですか。 一応座席に名前つけてあるけどもあれ倒したりしてるでしょでもそもそもあんなに人数集まったらみんな覚えられない世代交代とかあるからねえもともと警察官とかに悪党側エロ業界側と組んでた人間がいた暴力団っていう組織は エロ業界側を認める側の人間でまとまってて、性暴力とかした奴らが暴力団なんです。何回も説明してる。で、罪人がもともと入れず入れられてるんですよ。昔から。中国でも同じ。韓国でも同じ。台湾でも同じ。ヨーロッパでも同じ。罪人がもともと入れず入れられてる。で、えー、まあまあ、わかりやすいところで言ったら、まあ、暴走族とか、ああいう連中。 で、えー、だからええー、この件っていうのはもう片っ端から話がつながっていく建設業界から何から何まで違法行為税金使い倒してきた人間完全に横領事件税金でもあるしそれはあのー、普通に働いていた人たちからの横領事件でもあるとね全体像を見えてきたでしょ じゃあ、上田裁判官という人間がどういうふうな人間だったかっていうところは違う動画でご説明させていただきます。